滋賀から日本を元気に、新時代成功へのヒントを探るニューノーマルの泉。この番組では滋賀を拠点に活動する企業個人にスポットを当て、新しい時代を生きるヒントを探っていきます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは、元ラクロスプレーヤーの山田幸男です。今日も奥井さん、エクサさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週に続きゲストは長浜市で日本酒を作り続けている富田酒造の代表、富田康信さん。西暦1534年から480年以上にわたり長浜で日本酒を作り続けている富田酒造。富田酒造を代表する日本酒七本槍は味がしっかりながらも飲みやすく、古くから愛され全国にファンがいるほど。酒造りの文化を守り伝えてきた伝統、そして次世代へつなぐための新たな挑戦とは。次はですね、滋賀にこだわった日本酒ということなんですけれども、はい、こちらはいかがですか。こう海外回ってる中で、はい、まあ、そのフランスのほんまに小さい家族だけでやってるワイナリーさんとかも、うん、もう自分らで農業もやってるんですね。ブドウも作ってて、でこの土地でブドウ作って、はい、でここで発酵させてこの地下に寝かしてるんやみたいな、この土地を表現してるんや私らはみたいなのを結構口々に聞いて、でその時日本酒はって思ったら、日本酒ってなんかいいと言われる米をこう引っ張ってきて、で自分のところでこう作って、例えば兵庫県の山田錦ってめちゃめちゃいい米って言われてるんですけど、うん、それをこう奪い合いじゃないですけど持ってきて、で、ラベルに兵庫県産山田錦しようみたいな、うん、秋田の地酒みたいな、あれみたいな、まあいいものを作るっていう意味ではいい材料と、もう本当にいい技術で美味しい液体を作るっていうのも一つだと思うんですから、まあ、悪いわけじゃないですけど、僕の考え方としてはやっぱ地酒なんで、その地っていう部分を大事にしたいなと思って、それやったらやっぱ滋賀であるものを使って滋賀らしい酒を作っていこう、うん、滋賀の食文化に合うものを作っていこうってとこから、うちも福井県のお米とか結構使ってたんですけど、もう滋賀のお米に全部こうシフトしていって、うん、地元の契約農家さんに作ってもらって、この地元の長浜のお米で、はい、水は蔵の中の水やし、環境はもう滋賀のもうあそこの環境で間違いないし、ほんまにそこでしかできないものを作った方が、例えば東京でとか何やったら海外行った時も、はい、ほんまに滋賀の地酒ですって、滋賀のどこですかって言ったら滋賀のあの北部のあの環境で作ったものですっていうことを、まあ、自信持って伝えられるし、まあ、飲んだ人も滋賀に来たことある人やったら、あの風景出てきてるんやなみたいなのをこう考えながら飲むのは日本酒の面白さかなと思うんで、できればこうもう出所は狭い方が面白いなと思って、どんどんこう滋賀にでその湖北にフォーカスしていってるっていう感じですね。なんかそのお酒とかにも、うん、なんていうんですかね、お名前つけられたりとかすると思うんですけど、はい、そういうのもやっぱり結構こう滋賀のっていう。そうですね、メインタイトルは七本槍っていうタイトルであるんですけど、はい、まあ、あと商品名とかはまあ、例えば無農薬やったら無農薬らしい名前だとか、そのなんか僕らが伝えたいことが名前の中にこう含めれるようなことを軸にめっちゃブレストして考えている感じです。へ、はい、七本槍ってかっこいいですよね、うん、そうですね、ありがたいですよね、うん、これはどうやって決めはったんですか。七本槍は賤ヶ岳の戦いで活躍した秀吉方の7人の武将、はい、まあ、加藤清正とか福島正則とか、はい、後から有名になっていく人らがすごく若い時に活躍して、秀吉が柴田勝家に勝ってそこから天下に向かっていったっていう、うん、まあ、大事な戦いで活躍した7人を称えて賤ヶ岳の七本槍っていうんですね、うん、まあ、それが蔵の近くに古戦場があるもんで、そこから名前を使わせていただいている感じなんで、うん、まあ、七本槍って言って例えば離れた土地に行くと、あ、賤ヶ岳のみたいな、おさこんなお酒あるんやみたいな、はいはい、逆に七本槍の名前があるからこうお酒も認識してもらえたり、飲んでる時にもうこれめっちゃある話なんですけど、うん、7人言えるかみたいなのを酒のネタでようみんな飲んではって、僕7人言ってみてよう振られるんですけど、だいたい5人目ぐらいからもう聞いてないです、ね、言わされてる方が結構大変
まあ、そのシーンはよくあるんで、そういうのがこう銘柄に含まれてるってめちゃめちゃいいことやなと思って、まあ、本当にあのそれは先代に感謝ですね、名前つける。エグサさん行ってみましょうか。7人ね、もう5人目から聞かんのやろだ今日はなんと、え、今日持ってきていただいたんですか。今日ね、一番持ってきました。やったー、ありがとうございます。まずグラスの方、これ泡いぶきっていうお酒なんですけど、シチョンヤリの、まあ、実はこれ日本酒スパークリング、おー、シュワッとするやつなんですけども、こう炭酸注入でシュワッととかじゃなくて、この酵母がこの中で生きてまして、瓶の中で活動するとガス出すんですよ。それを閉じ込めるっていう、まあ、あのシャンパンと同じ製法という、まあ、近い製法でやってる、本当に天然のガスとお米だけで、ちょっと甘酸っぱいんですけど、この甘さも米の麹の甘さで、砂糖とかも入れない、本当に米だけのお酒でこんなんできるんやみたいなところを味わってもらえたらなと。いただきます。うわぁ、めちゃくちゃ飲むやないですか。めちゃくちゃ飲みやすい、ですよね、炭酸は効いてます。めちゃくちゃ効いてます、自然に出るのに、自然の炭酸、度数もまあ 7% に抑えてあるんで、とりあえずビールのポジション日本酒で取れへん。なるほどなるほど、はい、エグサさんも止まってませんね、はい、どうぞっていう前に。いや、これ本当飲みやすいですね、はい、なんか正直僕あの、あんま日本酒得意じゃないんですよ、はい、さっき振られましたけど、けどこれだったら本当にスーッて入ってくるんで、飲みやすいですね。それ山田さん絶対好きやと思う。あ、そう、うん、あ、美味しい。なんかちょっと甘さがあってなのに炭酸がしっかり効いてるんで、うんうんうん、食前にあの飲ませていただくととてもいいですね。ですよね、はい、一杯目にすごいおすすめ。いいですね、うん、とっても。これってお米のだけの甘さなんですか。そうなんですよ、糖類とか添加は何もしてなくて、なまあ、こう甘酒の原理でできる甘さ、あの麹で作った麹がこう甘さを作るんですけど、その甘みだけなんでめちゃめちゃ優しい。じゃ あ, あのお次 の, あのお酒もご説明いただけますか、はいはい、こちらちょっとまだ対照的に、うん、ザ日本酒というか、まあ、日本酒らしいお米らしいお酒なんですけども、これはシチョンヤリのムーっていう無農薬で作ったお酒です。でムーって何かっていうと、まあ、音だけ聞いたらちょっとふざけた感じなんですけど、ないあるって書いてムーなんですけど、まあ、農薬をなくすことによって、うん、またこう新しい価値のあるとか、まあ、思いのあるお酒を作ろうっていうことはないけどあるよみたいなところで名付けたお酒で、2010年からあの地元の、お米のヤグラっていうヤグラ君っていう無農薬にすごく食べる米で一生懸命作ってた彼と出会って、それでちょっとお酒作ってみひんかっていうところからできて、今年で12年目のお酒になります。パッケージもね、こうやっぱ無農薬の、ね、お米を全面に出して、ここに実はバッタがいるんですよ。無農薬なんでちょっと虫が帰ってきたっていうような、まあ、そういう意味合いのお酒になります。うん、ちょっと辛いですかね。あ、そうですね、お米の味がクッと効きますね、うん、どうでしょう。お、辛口ですね。あ、そうですね、さっき言いましたね、奥さん後味もすっきりしてますね。あ、そうですね、はい、そこが大事ポイントです。へえ、うんうん、好きですね、私これあの辛いって言っても辛すぎないで、あの甘さも若干残っていて、女性の方も好きな味だと思います、うん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 、日本酒の中でなんかすっきり辛っていうより、こう旨味のある辛さなんで、うんうん、そのバランスがいいかなと思ってます。そうですね、いやでもすごいですね。こちらはあの何歳ぐらいからやられてるんですっけ。はい、僕は27で蔵に戻ってっか、はい、だからもう20年近い感じですね、もうすぐ。その一般的に、まあ、酒造りっていうのは、はい、もう何年目からがベテランとかそういうのあるんですか。あ、そうですね、もうめちゃめちゃ個人差ありですね。もう何年やったからって言っても、やっぱりどういう思いで取り組んでるかとかっていうのも大事なんで、でも本気で自分で日本酒を作ろうっていう思いでこうアンテナ張って、日々こう盗んで覚えるじゃないですけどとか勉強してみたいなのだったら、まあ5年もあればもういいお酒は作れるんちゃうかなとは思ってはいるんですけどね、はい、なんか一人前って言われるのってどういうことなんですか。これゴールがないんですよね。そうかそうか、やっぱ100点ってなかなかないんで、うん、だからもうベテランの杜氏さん、いわゆるもうこう四天王みたいな人たちがいるんですけど、ベテランの、はい、そういう人たちこそ毎年1年生みたいなこと
言わはるんですよ。米変わるし気候変わるしで当然水もね全く一緒じゃないしとか、うん、もう本当に気温とかもめっちゃ大事なんですよ。だからそれに合わせて今年はどうやみたいなところから挑まはるんで、だからベテランの人ほどそういう思いやからベテランになっていくんやろ、日々吸収してはるっていうか、まあ、俺はこうやって思ってセットしてしまったらやっぱそこから伸びがないんで、そこは僕も肝を銘じてっていうか、まあ、ちゃんとやってる部分ですね。常になんか向き合うみたいな。毎年味がやっぱり違うんですか？そうですね、例えばこう蔵としてのコンセプトは決まってるんですよ、はい、こういうお酒を作るみたいな、うん、だから突然こう180度ちゃうものを作るっていうことはないんですけど、コンセプトの中でやっぱお米が少し変わったりとかすると、うんうんうん、少しこう同じ方向の中で変化はあるんですけど、例えばこれ2018年のお酒ですってなったらブレンドしていつも同じお酒を出すんじゃなくて2019ってカンと切り替わるんですよ。だからちょっと、ね、熟成したやつからちょっと若いやつに切り替わるんですけど、何年のって書いといて、うん、飲んでくださる方もあこれ年度新しいからちょっと若い味なんやなっていうような、もうそれごと楽しんでもらおうかなぐらいの感じなんで、あんまりこう少しの味の変化っていうのはあんまり気にしてないというか、そういうものだってそれごと楽しめちゃうみたいな感じにしてます。例えばじゃあ2018年のものですってなった時に、はいはい、1年になんか何回ぐらいとかって期間を分けて作らはるんですか？酒って基本的に気温が低い時に作るんで、はい、まあ、これからのシーズンですね、これから気温が下がっていって、うん、春先までかけて作るっていう形なんで、そこで1年分をドンと作る感じです。はい、日本のこう四季にめちゃめちゃ合ってるんですよね、うんうんうん、こう秋にお米取れてで気温寒くなってきて日本酒作るシーズンになって、春に出来上がってまた田植えをするって、昔こう農業ともね仕事も連動してたんで農家さんたちが作ったりっていうこともあったんで、うまくこうサイクルがある日本らしいお酒かなと思います。この後は滋賀で活躍する女性にフューチャーしたティータイム。ここからはティータイム。このコーナーでは滋賀で活躍する女性をゲストに迎えて、ビジネスやプライベートで大切にしていることを聞きながら、これからの女性活躍社会のキーワードを探ります。ここからはですね、アマハのプロデューサーの奥井美香さんと一緒にティータイムのコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲストはですね、草津市を中心に、バランスボールを使ったママさんの運動講座であったりとか、ボディラインをですね整えるレッスンをされていますインストラクターの江藤沙織さんに来ていただきました。よろしくお願いします。草津市を中心にバランスボールを使ったママのための運動講座やエクササイズレッスンなどを刊行。子どもと一緒にもっと手軽に運動を続けられる場をとバランスボールに着目し、3人の子どもを育てながらお母さんたちへの指導を開始しました。江藤さんが今ですね、まあ、バランスボールを始められる前はインストラクターフィットネスクラブでやられてたと伺ってるんですけど、通っていただくっていう形の女性専用の施設でインストラクターをしていたんですけれども、はい、結婚してからはまあそういうような施設に私自身が通うこともできませんし、なので運動習慣を途切れさせへんためにはどうしたらいいかなって思って浮かんできた選択肢の一つがバランスボールだったんですけども、10代から80代ぐらいまで本当に幅広く女の人が通ってくださっていて、フランチャイズやっていうこともあったんですけど、結構県内でお店を回ったんで5、6000人世代別の女の人の体ですとか健康がその体ですとか生き方に結構こういうふうに影響があるんだなっていうことをこう間近にたくさん見せていただいたことで、どんどん失われていくというか、今にその時20代やったんで歩けるしご飯も食べられるし、なんならちょっとこう細くなりたいとか綺麗になりたいが運動やったんですけど、あこれはこの先失われていくって言ったら語弊があるかもしれませんが、当たり前ではないんだなっていう、保つための運動っていうのが入ってくるのであれば、これは保っとかなあかんなってその時強く思ったんです。いろいろフィットネスのところでいろんなあの方を、はい、それこそ見ていらっしゃってお客さんの体見ていらっしゃって、うん、でバランスボールに行き着いたんですか？そうですね、やっぱりこう赤くてボールがあってなんか楽しそうで、運動ができるっていうようなイメージがあるようなものでバランスボールがいいなと思って、でもともと運動はしていたのでそういう
たくさんやってきたグッズの中に、はい、バランスボールというのは身近にあったの で、 でこれを一回ちょっともう一回しっかりやってみようと思って、はい、公民館ですとか、うん、運動する空間に子どもがいるっていう、うん、預けるっていう罪悪感ですとか自分のことをやるっていう罪悪感みたいなところじゃないところで運動してもいいよってい う、 こう居場所作りからスタートしました。バランスボールのいいところってどんなところなんですか？もともとリハビリ用のボールなので使い方の汎用性が高いのでリハビリからアスリートまで使えるっていうことと、あとは持ち運びがへこませたらいいだけなんでどこでも持っていけるっていうことと、あとはまあ子どもが指挟まない、機械やと挟んじゃったりするけど、何とでも使えるところがすごくいいなと思ってます、はい、そしてですね、江藤さんはインストラクターだけではなくてですね、うん、他にも才能があられまして、なんかお勤めされていたお店がそのグループ内で集客数っていうのを競わせたんですか？そうです、毎年あるんですけど、それのですね、全国最優秀賞を受賞したとお伺いしております。ありがとうございます。さらにですね、社内でベストコーチ賞というのも受賞されていると伺っているんですけれども、一つ目なんですけど、2010年度に会員数がぐんって伸びたっていうので当時店長してたので、うちのお店が所属してたカテゴリーで一番をいただいたっていうのと、あとはベストコーチ賞っていうのはその通ってくださってるお客さんに投票してもらう、まあ、AKB みたいな20人弱の中で選んでいただいたんですけど、教え方が上手とか何かそういう上手下手ではなくって声をかけてもらって嬉しかったとかやる気が出たですとか、まあ、あとはまあそこに分かりやすかったとかも含まれてきますけど、この人がいたから通ってんねみたいなコーチです。すごい。でもそういうのってとっても大事ですよね。ありがたいです。人を集めるっていうところで、はい、こう、 こういうことしたら上手にこう人に発信できるよとか、そういうのありますか？コミュニティの本質っていうのは10年20年変わらへんというか、200人から500人に増えた理由はその時スタッフが2人しかいないので、私たちが直接営業したというよりはいいから行っといでっていう口コミが大半だったんで叶った数字だと思ったんです。あなたは何の集客をしましたかって言われたら、チラシ配ってお友達紹介してくださいって、まあ、ダイレクトにお伝えはしましたけど、ほんまに呼んでくださったのはその持っていってくださった方なので、その方たちに対して何したかって言ったら、お名前を呼ばせてもらったこととか、その女の人は嫁いできて名字が変わって、うん、今まで培ってきたものなしで裸一貫みたいな留学生みたいなこう何もないようなところから始まる方も多いので、下のお名前を呼ばせていただくことですとか、あとはそれをレッスンの中に3回以上呼ぶような意識を気をつけたり、赤ちゃん連れのコミュニティはたくさんあるんですけど、なんとかちゃんのママっていうのは意識して私は呼ぶのをやめました。だから赤ちゃんは0歳から4歳とかもっと上とかいろいろ言い張るんですけど、なんかそこでたまたま出会って友達になった人に子供がいるねっていうような、そっち側サイドのコミュニティってあるようであんまりなかったりするので、バランスボールのインストラクターという言い方ではなくって、私は今はコミュニティインストラクターという、インストラクターという仕事を通じてそこにコミュニティを生み出すのが仕事やと思ってやっていて、だからその上手下手は問わへんというか、赤ちゃんの時泣いたらね、もう泣いて1日終わるとかいう、そんなレッスンもあるんですけど、そのコミュニティを作るっていうところにミッションをちょっと感じてやらせていただいているので、こう体作りをしたい人たちへのボディメイク的な講演をされたりしてたんですか？はい、そうなんです。もともとパーソナルの仕事は、はいはい、をやっていて、はい、でパーソナルに来てくださる方っていうのはもうそれこそ撮影前にちょっと鎖骨を出したいのよねとか、顔をもうちょっと上げてほしいとか、なんかもうすでに意識が終わりで、うん、体、美容ですとか健康のためには体作りが大事っていうのが一致して、うん、もうすでに臆さずにそういうところに来れる人、うん、アイデンティティが私はスポーツジムに行ってもいいとか、そこに恥ずかしさがない人が多かったりするので、こうコアな部分というか磨いていけるところはコツ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 、まあ、そういう方は子連れでもいいよって言ってくださってるので、そこはお仕事として、価格帯がバランスボールとはやっぱ違ってくるので、うん、バランス取りながらやってたんですけど、収入の元があるのになんでバランスボールを選んだかっていうと、やっぱりそのインストラクターの
お店で勤めてた時代に、はい、20代30代の人が、運動したら子育て中の肩こりも楽になって体力もつってよく寝られるのになんでしなかったかって言ったら、うん、子育て中に運動をするとかスポーツジムに通う文化が贅沢やとか、自分の子供のため子供を犠牲にして自分のことをやってるんじゃないよみたいな、その美学と反する社会の動きがあるなって感じたので、はい、うん、たくさんの人に子育て中に運動するってことはつまりはお母さんが元気になって、うん、子供たちが喜んで、将来の寝たきりを防ぐとかそこまでまでは分かんないけど、その子育て中のお母さんが運動する文化がもっと広がったらいいのにって思ったので、裾野を広げるために分かりやすいバランスボールが、うん、いいなって思ったんです。この後はスポーツコーナー。本日のですね、教えてアスリート先生はなんと超スーパーアスリートゲストの麻原さんです。お願いします。お願いします。贅沢贅沢。滋賀の子供たちってやっぱりトッププレーヤーとかプロの選手たちにお会いする機会がほとんどないんで、なのでこういう滋賀の子供たちにたくさんこう経験を積んでいただきたいと思いまして、今日はスーパーゲストに来ていただきました。ね、なかなかないですよ、本当ね。本当ですよね。羨ましいね、子供たちがね。今回は麻原さんが足が速くなるための方法を伝授してくれます。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、みんな何するか知ってる？そうです、今日は初めにスタートのね練習をしたいなと思うんですけど、みんな陸上やってる人どれぐらいいますか？はい、じゃあサッカーやってる人いますか？はい、野球いますか？あ、なんか一人大きな子供がいらっしゃいますけど、今日は特別ゲストということで、はい、一緒に走ってくれるんですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ一人一人ちょっとね、みんなスタートのどんな風に出るかチェックしたいので、まず一番目に走ってくれる人、お、さすが。みんなで応援しようか。じゃあ続いて、よーいゴー。はい、ナイス。はい、オッケー。はい、さっきかっこいい構えをしてくれました、こうやってね。これ、そうそうそう。ほんでスタート出てくれたんですけど、こうね、後ろの足が伸びきってしまってるんでちょっと出にくいと思います。なの、うん、だから構えの時にこうやってベタってこうやって伸ばさないで、もうちょっと前の足に体重がかかるような、そうそう、それぐらいの、そう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 、クラウチングで走るんやったらそれぐらいでちょっとね、次気をつけて出てもらいましょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ構えてください。位置について、お、はい、よーいゴー。おー、はい、 OK。ね、非常にいいと思います。でも別にすごい自然に走ってるんでそんなに直すとこないんですけど、まあ強いて言えばもうちょっとスタートはこうやって腕を大きく使って出た方が力が出ると思う。なので出た時にこうやって走るんじゃなくて、もうちょっとこの出る時の勢いがつくようにね、腕を大きくね使って出ると、初めの2歩ぐらいがもうちょっと楽に出れると思います。次からそうしてください。はい、ありがとうございます。みんなね、用意って構えた時に隣のね並んでる運動会とかでも人が気になって気になって、もうこうやってこうやって走り出してもこうやって走ってる人がね結構いると思うんですけど、それやるともう力が周りのね人たちの人に逃げてしまうんで、もう走るカーブだったらカーブを走る自分の道筋をずっと見ながら走りますね。徒競走でまっすぐやったらもうゴールしか見ないようにして走るっていうのがすごく大事なことなので、それをまずね守ってください。周りのことを気にしないように自分の我が道を
行くっていうのが走る時の、あの大事なことです。OK ですか？はい。次週も引き続き伝統を守りながら日本酒を次世代へつなぐために挑戦を続ける富田酒造の思いについて伺います。ちょっとなんかお酒の味しますね。やっぱりしますよね、ふわっと、うん、美味しい、食感もいいし。そしてティータイムではバランスボール講師の江藤沙織さんをさらに深掘りします。そうなんです、4点で乗るのが1個目のポイントです。さらにスポーツコーナーでは北京オリンピック銀メダリスト朝原信治さんが足が速くなる方法を伝授してくれます。よースタート。エグザさんはあのストライドめっちゃ狭いですね。お見逃しなく。